こんにちは、o、です、えー。皆さんギターのチューニングを合わせるときって周波数 440Hz で合わせることがほとんどですよね。えー、でも世の中にはですね、えー、その他のですね、周波数でチューニングを合わせて演奏されている曲もあるんですね、えー。ということで今日はですね、えー、ギターのチューニング周波数の違いによる、えー、音の違い。 そししててて周波数についいいい解説していきたいと思います。まあ、この動画の内容を理解してもらえればですね、音楽をより深く理解することができますし視野も広がると思いますのでぜひ最後ままで動画のご視聴お願いします、えー。そもそも周波数って何なのって疑問に持たれている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、まあ、普段皆さんが感じている音の正体っていうのはですね、空気中を伝わる振動波なんですね で、1秒間に何回振動している波なのかっていうのが周波数になります。で、その単位がヘルツですね。まあ、例えば1秒間に100回振動している波であれば 100hz ですね。 1> で1秒間に200回振動してる波だったら 200Hz っていう感じになりますであの数字がですね大きくなればなるほど高い音になってって、えー、少ない数字になれば低い音になっていくって感じですねで 100Hz よりも 200Hz の方が高い音になりますであの 100Hz と 200Hz っていうのはちょうど倍の数字になってるじゃないですかこの関係だとちょうど、えー、1オクターブの関係になってるんですね A の音。 まあ、ラの音ですね百 440Hz に合わせてでそこを基準に他の音も合わせましょうねっていうのがあの現代の標準のチューニング、まあ、スタンダードチューニングになるんですけどもなんで A の音が基準なのっていうふうに疑問を持たれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますあの現代の日本だとこうドレミファソラシドっていうのがすごく定着してると思うんですね、えー、英語で言うと CDEFGABC になるんですけども、もえー、これちょっとあのー、諸説あるので、あのー、100%正しいかどうかちょっとわからないんですけども。あのー、古代ギリシャのですね。その当時使われていたあの弦楽器の、えー、その出せる音の中で一番低い音をまず a っていう風に定義したらしいんですね。で、そのまま、えー、その abcdefg っていう風に音を並べてって、その a の音っていうのが、まあ最初の音っていう風に定着したっていう感じです。なので、このドレミファソラシド。 の最初のどの音が基準とかそういうのがまだこうあの決まる前の話なんじゃないかなと思うんですね。なのでまあそのまず最初に定義した音、えー、A の音がたまたま一番その楽器で、えー、出せる音の中で一番低かったから A の音になったみたいな感じらしいですね。まあ、そう言われるとなるほどなっていうふうに思いますよね。まあ、先ほども言いましたけども、えー、周波数の値がですね倍の数値になると1オクターブになります。 まあ、例えば 440Hz の A の音の1オクターブ上の音っていうのは、えー、その倍の数なので、えー、になりますでこの 440Hz から 880Hz で1オクターブなんですけどもその間をですね、えー、12等分したものが、まあ、今みんなが使ってる12音階。 まああのー、c c シャープ、d d シャープっていう感じなんですけども、まあ、分かりやすい言葉で言えば「ドドシャープレレシャープミファファシャープ」みたいな感じで、あのーまあ、ピアノでいうと八剣と黒鍵の音全部、えー、弾いてった1オクターブ、まあ、ギターでいうと開放弦から12フレットまでこれ1オクターブになってるんですけどこの12個の音で、えー、音楽を奏でましょうねっていうな感じですね、えー、数字ばっかりでなんだか数学的だなっていうふうに思うじゃないですかそうなんです 実はですね、えー、この1オクターブを12音に分けるっていうのを発見したのはあの皆さんよくご存知の数学者ピタゴラスなんですね、えー、紀元前6世紀頃の話なのでだいぶ昔の話ですね、えー、ピタゴラスは鍛冶職人がハンマーで金属をたたく音を聞いた時にですね綺麗に響き合うものと響き合わないものがあることに気づいたそうなんですねで、えー、実際ですねそのハンマーの重さがですね整数比になってる場合に綺麗、えー、に響き合っていたそうです で自分でもですね簡単な装置を作っていろいろ実験してったみたいなんですけどそうしてきれいにですねこう響き合う音程っていうのをですね見つけてったらしいんですね。でそうしてできたものが12音階でそれをですねピタゴラス音率っていうふうに 言うんですね、まあ、あんまり聞いたことないんじゃないかなと思うんですけども、えー、そこからさらに進化したもの、えー、より高度とかですね、まあ、和音ですねを綺麗に響かせようみたいな感じで、まあ、同じく12音階なんですけども、えー、その12個の音の,この配列をですね微妙にこうちょっとこう調整したものですね少しグレードアップしたものが純正率ってやつですね、えー、これは聞いたことある方多いんじゃないかなと思います。の、えー、の響きが最も綺麗だとされているのは 純正率なんですけどもえ純正率にはデメリットもあるんですねそれは何かっていうと、えー、その曲のキーごとにですねチューニングをしなさなくてはいけないんですねこれ非常に面倒くさいですよね例えば曲のキーが C メジャーだったら C メジャーの純正率のチューニング D メジャーだったら D メジャーの純正率のチューニング っていった感じででですね、な、ま、ん、あ、かっていうと、えー、純正率の音の幅っていうのはですね、えー、和音で音を出した時に最も響きがきれいになるように、えー、整えられたものなんですねなので例えば C メジャーの純正率のチューニングの時は、えー、曲のキーが C メジャーの時に出てくるコードたちはきれいに響くんですけども、えー、それ以外のキーで出てくるコードがですねちょっと濁っちゃうんですねこれだと、えー、非常に使いにくいですよねあの転調とかしにくいですね 例えばピアノだったら転調する時に、えー、ともう一台ピアノ用意しといてこうジャン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 って転調しますって言ったらピョンってこう飛び移ってあの弾かなきゃいけないんですよね。だからコンサートする時とかピアノ何台必要なのみたいな12台みたいな感じになっちゃうじゃないですか。あのピアノってあのすぐチューニングできないじゃないですか。なので非常に使いにくいんですね。ということでこの欠点を補ってできたものが平均率ってやつなんですね。 で、この平均律っていうのが、えー、皆さんがよく使ってるチューニング、そしてまあ、一般的にですね。今現代あの使われているチューニングになるんですけども、あの音の幅をですね。1オクターブの中で等間隔にえー、12等分で割ったものになるんですね。なので、えー、特定の和音がきれいに出るとかじゃなくて、全ての和音があのそこそこみたいなですね。悪く言えば全ての和音が若干濁ってるんですね。あの純正率とかと比べればの話なんですけどもなので、あのどの曲の？ キーでも使いやすいし、店長とかもできますし、楽器は一台で済むっていうような感じですね。まあ基本的なチューニングはちょこちょこしますけど、そのそもそものこの幅を変えるわけではないじゃないですか。これがあの平均率ですね。まあみんなが使ってるやつですね。えー、以前僕の動画でもご紹介したんですけども、ハーモニクスでチューニングを合わせる方法ってあるじゃないですか。こういうやつですね。ですね。これって耳がいい人がどんなに時間かけて丁寧にやっても100%合わないと思うんですね。 なてのチューニング方法なんですねなので、あのーまあ、これがダメって言ってるわけじゃなくてかなり早くざっくり合わせられると思うのであとは音感を、えー、鍛たる、えー、トレーニングにもなるのでまず最初、あのー、大きくずれてる時はこの方法でざっくり合わせてで最後はですね中南を使ってきれいに平均率でチューニングを合わせてあげましょう。 現在一般的な周波数、まあ、世界標準とされている周波数は 440Hz なんですけども、えー、まあレコーディングだったりとか、えー、オーケストラとか楽団、えー、吹奏楽とかだと、えー、結構他の周波数が使われていることも多いんですね、まあ、例えば 442Hz とか 445Hz とかですねなん、まあ、でかっていうと、まあ、理由はいくつかあると思うんですけども 他と違うまああとはですね、まあ、これが理由としては一番多いんじゃないかなと思うんですけども音って高くなればなるほど華やかに聞こえるっていう特性があるんですねであとは音抜けも良くなって聞こえやすくなるっていうのもあるので、まあ、そういった理由で高く調整してるところも多いみたいですね逆に下げる場合はですねあの音が低くなればなるほど暗い雰囲気になっていくので暗い音楽だったりとか エモーショナルな音楽には、えー、合うんじゃないかなと思います、えー、そのほかにはですね特定の周波数には人を癒すす効果があるっててうう言われいます、まあ、有名なのは、えー、432Hz なんですけども 432Hz には人を癒すヒーリング効果があるみたいです、えー、逆にですね 440Hz ってどうなのかっていうと人を焦ららせるる効果があるらしいんですよねちょっと意外ですよね あの実際にですね 432Hz の音と 440Hz の音を水に当ててそうすると水に波紋ができるらしいんですけどもその波紋を比べる実験があるんですねこれネットで検索すると出てくるんですけどもののの方方はは波紋ががれいなのに対しての方は波が潰れちゃうんですね、まあ、体の半分以上が水分でできている人間の体にも影響を及ぼすことが分かってきているみたいです。 まあ言われたらななんかかそうなのかもって気しますよね、まあ、どの程度影響あるのかわからないですけどもあの東京とかでこうごちゃごちゃしてて喧騒にまみれてるところにずっといるよりも、まあ、田舎のところであの山とか川とか海とかがあってあの自然の音聞いてる方が体が落ち着くじゃないですか。っていうのとまあなんか似たような感じなのかなっていうふうに思うんですね。 体壊した時とかにあの景色の綺麗な田舎の方行ってのんびりしようみたいなのは結構理にかなった行為なのかななんて思いますよねなんとなくこう体が癒されてる感じっていうのは本当に癒されてるのかもしれませんね、えー、その他にもですね古くはグレゴリオ聖歌でも使われていた周波数ソルフェジオ周波数というものがあります、まあ、あのそれらの周波数もですねとても癒しの効果が高いらしいんですねあのいくつかあってですねあのソルフェジオ周波数のこの周波数は、えー、これに効く これはここに効くみたいのがあるんで、あの良かったら調べてみてください。僕も言うこと知らないんですけども。あの特別有名なのがあの5。28ヘルツですね。これがなんか基本のあの周波数らしいんですけども。も、えー、この5。28ヘルツの？ えー、周波数の音がですね、えー、含まれた音楽を聞くと傷ついた DNA が元通りになって細胞が活性化するみたいですで他にもいろんな効能があるんであのよかったら調べてみてくださいで有名なところだとですね、えー、ジョン・レノンの「イマジン」がですねこの 528Hz が含まれた、えー、周波数のですね、えー、チューニングになってるみたいです528ってどうやってチューニングするんだっていうふうに思うじゃないですかあのクリップ式チューナーで430ぐらいから4百0 えー、45か450ぐらいまで、あのー、周波数、えー、変えてチューニングできると思うんですけど500とかいけないじゃないですかこれはですねあのどうやってやるかっていうと,、えー、とギターのチューニングをですね、えー、と周波数444ヘルツに合わせてチューニングするんですねそうすると1弦の8フレットのこの C の音まあ今これ440なんですけどこの音が528ヘルツになるみたいなんですねなのでまあこれで えー、キー C とかで弾いてればここの音結構出てくると思うので、あのー、444Hz で曲のキー C とかで弾いとけば、あのー、このソルフェジオ周波数に当てはまるんじゃないかなということでですねあのー、まあどれだけ違うかっていうのをですね、えー、それぞれ 440Hz と、えー、432Hz、えーね、とあと 444Hz。 ヘルツですね、このソルフェジ状周波数に当たるやつですねであの同じフレーズで弾いてみますのでどう違うかっていうのを是非一緒に検証してみたいなと思います周波数を変えてチューニングをする方法なんですけども大抵クリップ式チューナーに440とか最初数字書いてあると思うんですねでどっかしらのボタンを押してってもらえれば周波数変わってきますので,でお好みの周波数に設定して普通にチューニングを合わせていくってるだけですね このチューナーだとですね上が450下が430ですねであの一部のチューナーにはですね周波数を変えるっていう機能がないものもあるので、えー、ご注意ください 440Hz と 432Hz っていうのは A の音に当たります 444Hz の時のチューニングで出したい音は実際は 528Hz の C の音になりますので、まあ、C の音も A の音もどっちも使えるキー C メジャーで 弾いてみますね。であの、えー、この演奏がどの周波数かっていうのを言わずに弾くので、あのピュアな気持ちで聞いてみてください。後で答え合わせしますね。 いかかがでしたでししたょうか、えー、順番はですね一番最初に聞いてもらったものが 432Hz で次に聞いてもらったものが 444Hz で最後が 440Hz になってます。 で実際ですね今僕まだあの演奏取ってないですねもう髪ぺっちゃんこになるし先にちょっと動画あの映るところ撮っちゃおうと思って先撮ってるんでまだやってないんですけども特別何か感じたものがあったらこう下にこうテロップで出しておきますね、まあ、実際その440が、あのー、え焦らせる効果があるとか言ってましたけどやっぱこう馴染みのある音だから馴染むっていうのは実際あるんじゃないかなと今予想はしてるんですね。 で実際あの例えばロックとか演奏するんだったらその癒しの周波数とかでまったりとかされたら困るじゃないですか例えばクラブでかける音楽とかもそうですけどまったりされたら困るんで、まあ、現代音楽には440が合ってるんんじゃなないかなと思うんですねただこう人を焦らせようと思って440になったっていうよりもいろんなこう歴史的なこう背景があって今世界標準が440になってるっていう感じだとは思うんですけどもまあ,あの、まあ 一番いいのはですね、あの自分があの、あ、これがいいなって言ったもので、あの。えー、自分の感性にです、ね、直感に従って。えー チューニングすす。るのがいいいいんじゃないかなかと思いますただ一人でやるんだったらいいですけど人と合わせる時にいや自分432しかやらないんでなんて言われたらちょっと周りの人困っちゃうじゃないですか。なので、まあ、基本的には440を使ってでたまになんかこうあの吹奏楽系の人とかと合わせると442にピアノがなってるからそれでなんて言われることもあるんでまったにないですけどねそういう場合はそれに従って5音に入ったら5音に従っていただいた方がいいのかなと思います。まあ、440だとしてもですね癒しの音楽は癒しの音楽ですからね。 えー、ということで今日の動画は以上になります、えー。参考になったら嬉しいです。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信していますので、もしよかったら参考になったよという方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。